魂。その日、伊予の勢は鬼の精鋭たちを集め、さらに堅牢な守りを固めた。荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。クロードの頭上に火の矢の雨を降らせようと燃え盛る火の少量がうごめいている。私は
ら百発百中さ。油断してるぞ。敵がいるぞ。これはわしが荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。クロードは近くに怪しい力を感じた。そこにあったのはたくましき鬼の姿。私は百発百中さ。
もらっとけ。油断してるぞ。気づかれてないぞ。貧乏じゃ。鬼。あいつ、仕留めるよ。私は百発百中。鬼がいるよ。死んでもらうぞ。
しろ。最後の鬼が倒れた時、不意に綴の鍵が開いた。クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。
落ちろ。荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。火の少量が遠くからクロードのことを見すまして、まるで獲物を狙う狩人のごとく。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの神の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し、だが行き先を調べねば。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。神から力を盗み、猛虎兵の目は不気味な光を宿す。
百発百中さ。
クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別に機会に語ることとしよう。闇殿驚いた。最後の鬼が倒れた時、不意につづらの鍵が開いた。